皆様こんにちは。終身を学ぶの時間です。この番組はハート出版が出されている復刻版教科書シリーズのこちら初等科終身を解説していく番組です。解説してくださるのは小奈木善光先生です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、今年1月から続いてまいりました初等科終身、まあ、いよいよ今回が、ラスト4ということで、はい、あっという間の1年間でしたね。ですね、おかげさまで本当にいい勉強させていただきました。本当ですね、はい、今日もぜひ解説よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは本日は初等科終身4教科書で言いますと207ページの大嘗祭の恩義を解説いただきます。はい、ではまず教科書の方を私の方が読ませていただきます。頬を重そうに垂れて金色の波を打っていた稲の取り入れは済んで11月23日には新嘗祭の日が参ります。天皇陛下はこの日今年の初穂を神々にお供えになって御自らも申告を聞こしめすのであります。新嘗祭の恩義は毎年行われるものでありますが、天皇御即位の初めの新嘗祭を特に大嘗祭と申しております。大嘗祭は我が国で一番尊い一番大切な恩お祭りであります。恩一代にご一度身をそのままに神々しいこのお祭りを遊ばされるのは実に我が大日本が神の国であるからであります。高祖天照大神は高間ヶ原で五穀の種子を得られて、これを雨のさなた雨の長田にお植えさせになり、やがて実ってから大嘗殿で聞こしめされました。高尊ニニギノミコトのご降臨の時、阿賀高間ヶ原に聞こしめす湯庭の稲穂を持って、また我が巫女に任せまつると仰せられ、この稲を持ってご先祖を祭り御自らも聞こしめし万民にも与えるようにとお諭しになりました。このようなありがたい大御心に従って御代の天皇はこのお祭りを厳かに行わせられたのであります。大嘗祭の恩義にはまず雪月の日方に分けて神国を建て祭る祭殿をお定めになります。そうしてお祭りは特に京都で行われるのであります。金城陛下の大嘗祭は昭和3年11月14日から15日へかけて行われました。御儀式は厳粛を極めたもので夕方から始まりました。宵のお祭りが行われることになると古式によるご質素な電車が闇に包まれ、時々燃え上がる定量の火に黒木の柱と庭の上の敷砂とがほのかに闇の中に浮かび出ました。陛下にはこの時すでに支度払い、みそぎ、玉沈めの御行事を終えさせられ、御祭服も神々しく神殿に玉法をおすすめになったのであります。まず雪殿に塗儀を荒らせられて、御自ら天照大神や他の神々をお祭りになり、白木黒木をはじめとして祭殿の神国をお供えになり、ご自身もまた聞こしめされました。この間稲付き歌風俗歌などが気高くゆかしい調子で緩やかに歌われ、神々しさは一段と加わりました。これこそ実に狼と天皇とがご一体におなり遊ばすご神事であって、我が大日本が神の国であることを明らかにするものと申さなければなりません。宵のお祭りが午後11時頃に過ぎに済みますと、今度は午前1時から主祈殿で暁のお祭りが始まり、それが明け方まで夜明け方まで続きました。天も地もおのずから神言極まりないうちに、陛下は秋の豊かな実りについて御礼をお申し述べになり、さらに民草のために狼の恵みを
お願いになったのでありまして、大御心のほどが伺われて誠に恐れ多いことでありました。大嘗祭の終わりには国民すべてにこの大御心を賜るおぼし召しで主だった人々に主戦をお下しになったのであります。この日帝国の臣民はいずれも行を休み、行いを慎んで大御心を奉戴し、一君万民の姿勢を表しました。私たちはこの記念すべき日を思うて、神の国日本に生まれた喜びと信念とを新しくするものであります。はい、ありがとうございます。はじめに大嘗祭ということで、大嘗祭の恩義というタイトルがついていて、はい、中を見ていくと新嘗祭になってるんですね。で、新嘗祭と大嘗祭の違いっていうのは、これは大嘗祭というのは新しく天皇が御即位された時の第1回目、この時だけが大嘗祭なんです。で、それ以降は毎年新嘗祭を催していくという流れになります。で、新嘗祭っていうのは新しく舐めるお祭りというふうに書くんですけれども、新しく何をお舐めになりますかというと、これが新穀、つまり今年取れたお米、要するに新米、この新米を、神殿でお召し上がりになるということになります。この神殿の今年取れたお米なんですけれども、今年取れたお米を最初に召し上がるのは、日本全国でね、お米作ってるわけですけれども、その出来上がったお米を最初にお召し上がりになるのはやっぱり神様であるべきだと思いません？思います。で、普通まず新しく新米 が取れたら、もうそれでもすぐ炊いて、あ、うめえうめえって言って食っちゃうんじゃなくて、やっぱりまずは神棚にちゃんとお供えをして、で、神様に召し上がっていただいて、それからそのお下がりを人間が食べる、まあ、これだったら話分かりますけどね。で、特に 昔は新米っていうのは、つまり今年取れたお米なんですけども、これは基本的に食べちゃいけないもんだったんです。今年できたお米っていうのは全部取っとく、これお召し上がりになるのは神様と天皇陛下だけ、はい、これはやっぱり神国ができたということのお祝いで神様に捧げるわけですから、これはちゃんとご飯を炊いてでお召し上がりいただくんですけれども、でもそれだけ、あとは出来上がったお米は全部取っとくんです。で、全部取っといて、で、去年のお米、これもまたもう1年取っといて、3年経ったお米、つまりここ米を取り崩して、今年これからの1年ご飯を食べるっていうやり方をしていました。いや、新米の方が美味しいのにどうしてここ米の方を食べるんだって思うか分かりませんけども、これはもうこの講座の中で何回もやってますように、日本っていうのは天然の災害が非常に多い。どんな災害が起こったとしても、その時に必要なものはやっぱり食べ物ですよね。人間食わなかったらもう死ぬしかないわけですから。本当にね、お腹が空くとね、昔軍隊で食い物がなくなっちゃって、で、どうしようもなくなっちゃった時に、兵隊さん何したかって言ったら、軍歌ってあるじゃないですか、あれ革靴なんですよ。あの皮を煮て食べたそうですよ。そこまでしてもう追い詰められてしまうんですね。そうでもやっぱりそういうのって、まあ、決して美味しいもんじゃないでしょうし、まあ、少なくとも味付けはなかったと思いますんでね、うん、美味しいもんじゃないですし、またね、まあ、衛生面でもどうなのかなっていうのあるじゃないですか。やっぱり柔らかくて美味しいものをいただくというのはもうみんなの希望だし、とにかく人間の体っていうのは食ったもんで出来上がってるわけですから、食べなければ死んじゃうわけですから。で、ましてや災害が起こって家がね流されちゃいました、家が流されてもとりあえず草っぱらでごろ寝してでもなんとかね体を持たせることができますけど、食い物なくなっちゃったらもうアウチなわけですよ。だから冷蔵庫がなかった時代に5年でも10年でも備蓄できるお米を、これ唯一お米だけですからね、長期間の備蓄ができるのは。で、そのお米を大切に取っておく、今年できたお米を取っておく、去年のお米も取っておく、そうすると2年分の備蓄ができるじゃないですか。この2年分の備蓄っていうものを常に怠りなく蓄えておくことによって、常に安全であること、安心であること、絶対に食いっぱぐれがないようにって国を挙げてやってきたわけです。で、それがいつまで続いたかって分かります？それはじゃあ終戦までですか？いやいや、昭和44年まで、はい、昭和44年まで皆さんそういう状態で続いたんですよ。で、当時は米国通帳っていうのがあって、はい、お米は預金通帳みたいなもんでね、
今ほら預金通帳って言ったらお金が入ってるだけじゃないですか。昔は米国通帳なんですよ。そうなんですか。お米の蓄えができるわけですよ、っていうふうなものもあって、その米国通帳を持ってお米屋さんに行って、はい、で、そのあの通帳のお米を取り崩すわけです。そうだったんですか。そうで、その時にお米屋さんが出してくれるお米っていうのが標準価格米、この標準価格米っていうのはいわゆる穀米なんです。はい。で、標準価格米よりも新米の方が値段が安かったんです。安い、新米の方が美味しいでしょ。美味しいのになんで新米の方が安いんだって言ったら、新米っていうのは食べるもんじゃない、取っとくもんだっていう常識があったからなんです。だからその状況下にあって、当時スーパーが非常にこう、まあ、市場にこう市場を乗せてきた、そういう環境にあったんですね。でスーパーっていうのは1円でも物を安く売ることによってお客様に喜んでいただくっていう商売のわけですよ。 だからスーパーマーケットっていうわけですよ。八百屋さんで買うよりも、お米屋さんで買うよりもスーパーで買った方が安いですよっていう、そういう話ですよね。でそのスーパーからしてみると、ここまでよりも新米の方がうまい、うまいのにね、なん値段が安い、おいしくて値段が安いもの、なんで売っちゃいけねえんだっていう話になるわけです。それであのお米屋さんが国会議員を動かして、でもう米国通知をやめましょうと、新米をスーパーの店頭でね、袋に詰めて入れる、売ることができるようにさせてくださいっていうことで散々運動した結果、昭和44年に食感法が改正されて、お米は新米から売ることができるようにってことになったわけです。そうだったんですか。そうそう、本当に最近なんですか。本当に最近、もう50年ぐらい前ですか。昭和44年だからそのぐらいになるのかな、その、まあ、50年ぐらい前ですね。でこの時はだから、あのここまでが余っちゃってしょうがなかったわけですよ。そうですよ、みんな新米を買ってしまいますからね。そうで、どうするんだってことになって、まあ、しょうがないから捨てるしかねえだろうって海にダーッとしちゃったりして。え、本当ですか。そうそう、そんなもったいないことするなんていうのは、もうね、お米を大切にしなければならない政府がね、そんなとんでもないことするわけしからんって言って、またそれがこれでまあ大きな社会問題になったりもした、そんな状況があったんです。ただ現在あのでそのことをやっていたら、やっぱりね、神様ちゃんと罰当てるわけですよ。あの凶作がついたわけです。あの時捨てなければって思いますよね。そうそうそう。で結局国内にお米がないもんだから、うん、たった1年間の凶作で国内に流通すべきお米がなくなってしまって、で、その時にあのタイ王国、タイがあのタイの王様がね、日本にじゃあお米出してあげなさいと言って、タイの備蓄米を日本に送ってくれたわけです。でやっとみんな飯が食えた。ところがタイのお米っていうのはあの米粒がこんな長いんですよ。細長いですね。細長い、長いものになると3センチぐらいある。そんなにあるんですか。もうすごいですよ。だからあの町もポキッと折ったみたいな、そんなお米ですよね。でいや本当にあの日本にお米がない時にタイからわざわざ送っていただいたっていうのは、これものすごくありがたいことで、そこに本当に感謝しなくちゃいけないことなんですけども、当時そのタイ米ので炊いたご飯を食べた子どもたちが口を揃えて何と言ったかと言ったら、こんなまずいもん食べれ美味しくない。あのやっぱり日本でできるお米の方が圧倒的に美味しいわけですよね。はい。だから向こうはその基本的にお米っていうのをご飯にして炊いて食べるっていうよりも、むしろやっぱりビーフンにしちゃう、粉末にしてね、で麺にして食べるとかっていうことが頻繁に行われるし、それからあのお米自体にも味付けをして、でもう味が分からなくしちゃう。タイからもうちょっと行くとインドになりますけども、インド行ったらインドカレーでね、もうそのカレーでぐっちょぐっちょにして、もう味なんか分からなくしちゃって、とにかくお腹だけ膨らませるっていうね、そんな習慣になった。ところが日本ではご飯そのもの、お米を炊いただけ、そのお米を炊いただけのご飯を銀シャリと言って、うめえうめえと言って食ったわけですよ。甘いですからね。そうそう、甘くて美味しいでしょ。はい。でなんで日本のお米が甘くて美味しいのかって言ったら、今読んでいただいたところ、天照大神様からいただいた、湯庭の稲穂の進捗って言いますけども、はい、天照大神様がお手ずから栽培されておいでになったこの稲の方を持って新井の御事が天孫降臨してきて、そのお米の子孫を我々いただいてるわけですよ。我々がね、朝昼晩といただくご飯、このその同じご飯を
ね、同じお米を天照大神様がお手ずからご自分 で作ってらっしゃった。とってもありがたい話ですね。だからご飯一粒たりともね、あのそんな残しちゃいけないよと、もう綺麗に食べなさいと言って昔は叱られたわけです、はい、今も私も子供の時叱られました。でさらにね、まあ、この大乗祭新嘗祭11月の23日に、そういう行事が行われるわけなんですけども、はい、この行事の時に、あの陛下が新華殿という特別に作られている建物にお籠もりになるんです。で天神地義の神々を、まあ、書いてあった通りですお招きいたしまして、はい、でそこで天照大神様ですとか、たくさんの神々と共に今年できた新しいお米をご一緒に召し上がるという、まあ、そういうしきたりになってるわけですね。でその手続きのことがいろいろ、まあ、教科書に書いてあったんですけども、はい、もう2つ申し上げなければならないことがある。一つはこの新嘗祭大乗祭というものがいつから始まったのか。実は始まったのが仁徳天皇の時代からになります。仁徳天皇が大規模のにこう水田をね作って、あの、ほとんど沼地になっていたところをこれを水田に変えて、でたくさんのお米を作るようにした。でたくさんの米を作るということになると米余り状態になるわけですよ。食い物めちゃめちゃ豊富になるわけですよ。お米余ってるでしょ。そう、人間どうするかっていうといつの時代も同じなんですよ。不粗末にするんです。だからそういうことがないようにということで仁徳天皇が自らこの新嘗祭新しくできたお米をね、あの自らお召し上がりになる、大切にお召し上がりになるということをみんなの前でちゃんと見せて、それによっていややっぱりもったいないからそんなもう乱暴に扱っちゃいけないよねっていうことをみんなの常識にしていくってことをやっていかれたわけです。これがそもそも新嘗祭の始まりなんです。簡単に言ったらもったいない精神、この始まりが新嘗祭だったということですね。でこの新嘗祭の時、新嘗祭を仁徳天皇第16代天皇です、大体3世紀ぐらいの方かなの人物ということになってるんですけれども、この時から新嘗祭でご飯炊くじゃないですか。炊き上がったご飯を何によそうか。普通お茶碗によそいますよね、はい、で仁徳天皇の時代っていうのは、2世紀3世紀、まあいいや、いずれにしても、まあ、あの紀元後の話でしょ。でその頃っていうのは日本はあの古代大和朝廷の時代になるわけですし、古代大和朝廷よりも前の時代が弥生時代で、弥生式土器ありましたよね。弥生時代の前には縄文時代がありましたよね。土器があったわけですよね。土器があるということはお茶碗もあったわけですよね、はい、そしたらやっぱり天皇陛下が神様と一緒に召し上がるご飯ということになれば、やっぱりお茶碗、めちゃめちゃいいお茶碗使うって作るって思うじゃないですか。思います。漆塗りかなんかにしてね、はい、もう表面ツルツルにして磨き上げて、はぁ、なんてね、一生懸命磨いて、で、お召し上がりになるだろうってみんな思いますよね。違うんです。はい。なんで召し上がるか。柏の葉っぱなんです。葉っぱ。あの柏餅ってあるじゃないですか、はい。あの柏餅っていうのは葉っぱで巻いてありますよね。あの葉っぱちょっと分厚いでしょ、肉厚でしょ。あの葉っぱをこう広げて葉っぱの上にご飯を盛るんです。そうなんですか、はい、葉っぱの上に、はい、お茶碗があるにもかかわらず、すでにお茶碗というものがこのように存在していたにもかかわらず、なぜ仁徳天皇は柏の葉っぱにご飯を盛るというそういうことを伝統とされたのか。つまりそうこの、あの土器、弥生式土器ですとか縄文式土器のようなそういうお茶碗みたいなものがまだなかった時代からこうやって神様と共に食事をしてきたんだよ、そのことを思い出そうよっていう、これ今でも続いてるんです。今でもさらにあります。2つ目ね、このご飯をお召し上がりになるときに、はい、当然お箸で召し上がるんです、はい、なんかね最近まあ、どっか日本のすぐ近くにある変な国があるんですけども、そこはね日本っていうのは大変遅れた国で、平安時代ぐらいまで日本には箸がなかったんだというようなことを、まあ、こういうまあデタラメを吹聴して歩いてる、まあ、本当にアホな国があるんですけれども、あのどことは言いませんよ、まあ、その国の人たちがまあアホでそういうことを言ってるんですけども、その国の人たちにそういうことを言わせてるのはもっと悪い国はその裏側にいますからね。あのだからこの連中ばっかりを責めるわけにはいかないんですけども、根っこはこっちにありますから、まあ、それを置いとくとして、あの
彼らは日本人バカにして日本人は箸を持つ文化もなかったんだとかってトンチンカンのこと言ってるんですが、実はもともと我が国のお箸っていうのはトングの形をしていた。こういう形、竹をぐにゃっと曲げて、で、こう挟んで食べる、そうなんですか、こう挟んで、ね、食べるっていう、まずそういう形をしていたんです。だから須佐之男命が、高間ヶ原から地上に降りてこられた時に、はい、ヒーカーの川上からお箸が一本、どんぶら、お箸はどんぶらことは言わないけどお箸がこうサラサラサラと流れてきたって言いますよね、はい、お箸が一本だけだったらかんざしなのか箸なのか分かんないじゃないですか。あ、そうですよね、はい、まして一本だけだったらただの小枝かも分かんないじゃないですか。確かに見間違えます、ね、それがお箸って分かったのはなぜかというと、トングの形をしていたから分かるわけです。なるほど、はい、確かに2本いっぺんに流れてくるってことは考えられないですもんね。仲良く並んでね確かにそうですよ、真珠事件じゃねえんだからはい、つまりもともと我が国ではトングの形をしているお箸を使っていた。実は今でもこの新嘗祭が行われる時、大嘗祭が行われる時、陛下がこの新嘗殿におこもりになられて神様と共にご飯をお召し上がりになる、その時に お使いになられるお箸はトング型の古代箸になります。そうなんですか、はい、だから結局ほら土器が生まれたのって縄文式土器の時代まで遡れば今から1万6500年前でしょ、はい、でそれ以降は、ご飯ができれば、ご飯だけじゃなくていろんなものをね盛り付けて食うっていうことはあったと思うんですよ。でそれがまだなかった時代から だから当然だからその頃ね、1万何千年とか2万年前3万年前という古い時代にそのお米を食べていたかどうかは別として、もともと我々のご祖先というのは柏の葉っぱでにいろんなものをこう乗っけてね、例えば取ってきたお魚とかそういうものは柏の葉っぱにこう乗っけてトング型のお箸でこう食べていたという。縄文人というのは、はい、縄文時代の我々の祖先というのはとにもかくにも煮物が大好きだったって言うんです、はい、鍋物が大好きだった。だから縄文式土器にやっぱりこう食べ物の成分が付着してるわけですよ。これ調べてみると明らかに鍋物やってるんです。そうなんですか、はい、取ってきたお魚をぶつ切りにしてね入れて、でそれにほら山菜とかいろんなものを一緒に入れてグツ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 煮て、冬の寒い時なんかこれにこう一杯こうキューだったったらもう最高っすよね。美味しそうですね寒さも吹っ飛んでしまいますね、締めのご飯かなんかね入れてね、卵かなんかで盛り付けて生きててよかったなってもう何千年前から同じようなね、そう味わいと笑顔があったのかもしれませんね。それをね、柏の葉っぱの時代から、そういう古い時代から我々は食べる、国民みんながね、陛下だからといって特別に特リゴージャスでリッチな食器を使うんじゃなくて、もう何千年何万年も前にみんなが柏の葉っぱで食事をしていた、その時の同じに仲間として、偉い人もそうでない人もね、イケメン君もちょっと残念なおじさんもみんな一緒になって、で美味しくご飯をいただこう、それが生きるっていうことの基本じゃないかというのが新嘗祭の精神なんですよね。先生がおっしゃったみんなっていうのが、またこうその時代だけのみんなではなく、はい、時を経たみんなっていう、そう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 、縦にも横にも広がってるみんなっていうのが本当にすごいですよね。そういうことなんです。だからこそこの大嘗祭とかね、新嘗祭っていうものを大切な儀式と考えて国民の祝日としていたわけです。昔は祭日と言いましたけどね、祭祀を司る日にしですから、ただのお祝いの日にしは違う。で戦後は祭日がなくなっちゃって今は祝日だけになった、お祝いの日だけになった。で、GHQ がね、その新嘗祭っていう11月の23日が何で休みなんだと、だから GHQ が聞くわけですよ。いやこれはもう新嘗祭といってこうでこうでああでこうで、ああそういうこと、ああそうか、これは要するにお米を作ってるということに感謝しているわけだな、うん、さようでございます。ってことは労働に感謝してるわけだ、うん、じゃあ勤労感謝っていう名前に変えろっていうことで、戦後はこの日のことを勤労感謝の日というふうに言われていますけれども、
でもその我々日本人としては11月の23日の少なくとも精神は新嘗祭のまま本当にご出世に感謝をし、天照大神様に感謝をし、その思いというものを子供たちと共にね、美味しい真っ白いご飯をいただきながら、これって天照大神様がお手ずから作っていたお米なんだよ。まさにこうあの GHQ によって名前こそ変えられても、はい、本心というかもうその精神だけはずっと受け継いでいきたいですね。そう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 、あのね、大切なこと、何が大切かって言うじゃないですか。大切なことって、まあ、いっぱいあって、あれも大事、これも大事、こっちも大事、あっちも大事って大体思うもんなんですけども、人間にとって一番大切なものは何か、何もかも失った時に最後に自分に残ったもんなんですよ。何もかも失った時に最後に自分に残るのってこの体と頭の中しかないじゃないですかね。体をやっぱり体が健康であること、健康であるためにはやっぱりちゃんとしたものを食べることが大事ですよね。もう一つやっぱりここですよ、頭ね。僕の頭なんか叩いてもこうスカスカってね、こう中身があまり詰まってない、ずっしりした音がします、ね、いやしないんだけど、あのやっぱりこう自分でちゃんと勉強していく、そういうことが大事、そういうことを我々の祖先はずっと大切にしてきたってことです。学校があるとかないとかね、勉強ができるとかできないとか、学校の成績がいいとか悪いとか、そういうことは関係ないです。人間にとっての大切な知恵、大切な知識、大切な学びっていうのは、別に学校の成績が良ければそういう知識や、あのそういうね、得難いものを得てるということにはならないわけですよ、ね、だって考えてくださいよ。一昔前までは小学校しか出ていないおっちゃんが中小企業の社長さんどころかね、一部上場企業にまで会社育て上げて、で立派な上場会社の大社長になったりしたわけじゃないですか、ね、小学校しか出ていなくて、まあそのままとか言いながら内閣総理大臣になったおっちゃんだっていたわけじゃないですか。結局学校出てるから頭がいいというそういう話じゃないわけですよ。人間としてのちゃんとした知恵や知識を身につけたかどうかってことなんです。要するに修身を学んだかってことなんですね。本当ですね、はい、改めてこの修身というこの教科書の大事さを感じさせてくれる新嘗祭大嘗祭のお話を解説いただきました、はい、先生本当に今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。また来週もお会いしましょう。さようなら。